高橋正樹です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕は今東北の地にいます。ライブツアー中です。前半戦終わりました。岩手県紫波町カフェスタイルバービビットさん、奥州市水沢ミュージックライブオネスティさん、宮城県石巻市ライブスペースカフェ&バーローディさん、各会場皆さん本当にありがとうございました。で、今日6月7日金曜日は青森県八戸市クリスタルハウスさんでのライブという形です。そして明日弘前市フォーク酒場テフテフさん、あさって日曜日は秋田県秋田市モーモージャンクスターさんと続いていきます。3連続ステージ、しっかりと締めくくって北海道へとまた向かうわけですが、今日この番組では音源特集を組んでいます。音楽をされてる方ならばすぐわかると思いますが、カラオケでもそうなんですけど、キーというものがあるじゃないですか。 ABCDEFG のキー、そのキーとして今回は G のキーに特化した歌たちをお届けしようと思います。いろいろな歌を作ってきて、キーが G、ギターのコードも G を基本として作ってる歌は結構多いかもしれません。違いを見せると言ったら歌詞でしょうね。ということでいきます。今日もギター一本晒しに巻いて FM リベール高橋正樹とけっぱって、この番組は旭川エルム駅前歯科クリスタルの提供でお送りします。最後までガツンとファイトでよろしく。しまうなんて旅のホテル、スマホがわめく不安だけ募り迫られる命、大事な人呼んどうか無事でいて、空飛ぶ鉛筆が今頭を越えてゆく、自分守るのは自分しかいないとしても、 So feeling blue、 今日も誰かの涙が見過ごされてゆく、悲しい大にそれでも明日を信じろなんて勝手都合だ、今君にどんな未来を残せるだろう、
命が屈託もなくできるだけ笑っていられるように藁で作った知るたて移動じゃ雨漏りして風引かせるだけだね。大した答えなんかないけどあなた以上を思える人と重ねられた痛みならば目をそらさず分け合えるものだよ。じゃなくて消えない夢見せて自分埋めるのは自分しかいないとしてもみんなフィルリングルー今日も過去東西ニュースはそっと被害者側に立ちながらもスポーツコーナーの方が熱っぽくなっているのは滑稽だ。おい空と空飛ぶ鉛筆が今頭を越えてゆく自分守るのは自分しかいないとしても今君にどんな未来を渡せるだろう。次から次へ浮かんでは対して飛ばす散るシャボン玉浜辺につけた足跡は肩もなく疲れて消えた。君が僕に追いつこうとしてる限り君は僕を決して捉えられはしない。掴めるものなら掴んでごらん。今すぐこの僕を。けれど僕はもうそこにはいない。ああまるで影の輪。
綺麗な色したら貝殻は大した価値もないが楽だよ。今の君には宝物でも随分前に僕は捨てた。辿り着けた時に君は思い知るさ、かつて僕がすでに過ぎてきた道だと。触れるものなら触ってごらん、今すぐこの僕を。けれど僕はもうそこにはいない。ああまるで影の掴めるものなら掴んでごらん、今すぐこの僕を。けれど僕はもうそこにはいない。ああまるで影の一つまた一つ年をとって思います。苦労ばかりをかけてきた時あなたのことを。一人で育ってきたような顔で一丁前に語ります。けど小さなことにけつまずいて涙ちょぎれる私です。ああいっぱいいっぱい反省挽回まだまだひよばこです。もう一回もう一回ここから始めます、ここから始めます。こんなボンクラでも必要としてくれる人がいます。愛はきっと
幸せの隣で微笑むもの。大事な誰かがいるってことだけで生きてみようと思えます。けど愛も変わらず好き勝手やらかしてしまう私です。ああいっぱいいっぱい勉強勉強まだまだひよこです。もう一回ここから始めます。ここから始めます。ここから始めます。ございます。Thank you.
そう忘れない、いつしか同じ川を渡れなくなったけど、あなたに会えたこと誇りに思うよ。涙浮かべた母の手を握り、肩を揺らした父の背を見て、今日も番組にお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。音源特集、まず1曲目から空飛ぶ鉛筆、まるで陽炎、ひよこ、ふるさと、合計4曲をお届けしました。キーが G に特化した歌たち、お楽しみいただけたでしょうか。今日は青森県八戸市クリスタルハウスさんでのライブ、明日弘前テフテフさん、あさって日曜日は秋田モーモージャンクスターさんと続いていきます。そして11日には僕は青森から函館にフェリーで移動して、一見打ち合わせをして12日に札幌へと帰る予定です。来週のこの番組も音源特集を予定していますのでお楽しみください。そして北海道に帰ってきたら6月22日土曜日は札幌歌謡クラブありがとうさんでのライブ、29日土曜日は旭川慶常寺さんでのコンサートと続いていきます。まあ、7月に関してはもちろん前半にもライブありますし、まあ、その制作に少し重点を置こうって思ってますので、今後どういった形で歌が、そして作品が出てくるか楽しみにしていてください。この番組に関するご意見ご感想、はたまたリクエストなどなどありましたら、どしどしとお寄せください。すべての宛先はメールアドレス、全部小文字で、まさきアコースティックアットマーク gmail.com までとなっていますので、よろしくお願いします。番組の聞き逃し配信も放送当日午後10時から高橋まさき YouTube チャンネルの方で公開していますので、こちらもチェックしてみてください。チャプターに分けていますので、この箇所から聞きたいということも可能です。そして YouTube の詳細の欄からパスマーケットを通じて動画制作への応援のお気持ちもいただけたら嬉しいです。この番組は旭川エルム駅前歯科クリスタルの提供でお送りしました。また次回無事にお耳にかかりましょう。お相手は高橋まさきでした。また来週。バイバイ。